今日はたくさん取れたな。この大根なんかうまそうだ。リン見てくれよ、この大根俺が取ったんだぜ。リン、これ大根。俺さ、一晩考えたんだ。何よ。酒地みたいなやつを二度と出さないために革命を起こすってな。革命。こんな腐った国俺が変える。いや、変えてみせるってな。そっか、さっき一緒に約束したもんね。ああ、何年かかるか分かんねえけどよ、いつか必ずな。私もそんな国が見たい。スクラッシュに絶対だぞ。そんなことばっかり考えたらよ、やる気が出てきたんだよ。今なら村中の畑の野菜一本ずつこうやって引っ込むけどだよ。うわーって何よこれ。見てくれよ、俺大根俺が取ったんだよ。俺本当だ、すごい思ってんだかよ。すごいすごいすごいよ。おい、何なんだ、外がやけに明るい。さあ、佐々木様、稽古の続きを。金継ぐ、一体なんだ、外で何が起きている。さあ、稽古の続きを。金継ぐ、何が起きているんだ。殿のご命令です。命令、何の命令だ。言えません。何の命令だ、金継ぐ言え。村です。村、あの村か。てめえ一体あの村に何をした。焼き討ちです。焼き討ち、火を放ったのか。なぜだ、高い年貢を取り立てておいてなぜそこまでするのだ。佐吉様のためです。次期君主となるあなたがあの村に肩入れをすると殿にとって町の者に示しがつかないと。そんな、俺のせいだと言うのか。さあ、ここさけがれず。この町は一体どうなっているのだ。すぐ隣では村がたくさんの命が今消えようとなくなろうとしているというのに、いつも通りに笑って何も変わらぬ暮らしをしている。狂ってる、この町は、この国は。そこをどいてください。いいやとか。よいか、お主はいずれこの国を背負う者。いい加減自分の立場を考えたらどうなんだ。なんだその態度は。よくさきくだされ佐吉様。なんてよしかぜ、まさか貴様もか。仕方がない。ごめん。手こずらせよって連れて行け。
私を邪魔するものはなくなった。これでよい、これでよいぞ。大丈夫でございますか。ユスカスよ、貴様は今一度あの村に参れ。そして確認を抜かりなく行うのだ。誰一人として生かしておくならよいな。佐吉様、大丈夫でございますか。あなたを城に留めておくようにとのことでしたので。なぜそこまでするのだ、父上の。どこまで。殿の命令は絶対です。それはお分かりでしょう。だがあの村は何もしておらんではないか。佐吉様、殿のご体調についてご存知ですか。体調。実は殿は。情けない。なんと情けないお姿か。とても次期君主となられるお方とは思えませんぞ。何だと。あのような小さな村が一つなくなったぐらいでそこまで落ち込まれると。あのような村、あってもなくても構わぬのだ。所詮は我らの奴隷の住むところです。しかせ、てめえもあいつと言ってみろ。お話しくだされ。お前何を持っている。何を。ああ、もしかしてこの鈴のことをおっしゃっておるのですかね。焼け野原に仲良く2つ落ちてました。確か村の者が持っておりましたな。佐吉様も同じようなものを持っていたような。ああ、それは大変。お話ししてください。佐吉様、このような汚い鈴、何が良いのか。よしかず、少し無礼が過ぎるのではないか。姉継、お主も分かっておろうが、佐吉様を早く次の君主に育てなければならんことを。それは分かっておるが、物事には順序というものがあるであろう。このような悠長なことを言っておるではないか。佐吉様、これで稽古に専念できますな。よかったではございませんか。あいつは一体何を考えておるのか。佐吉様、これを。大事なものなのでしょう。キスケリー。